室谷洞窟は、新潟県東蒲原郡阿賀町にある洞窟遺跡。1980年2月4日に、国の史跡に指定された。また、室谷洞窟出土品も2000年12月4日に、国の重要文化財に指定されている。阿賀野川水系の室谷川の左岸、福島県境に近い山間部に、室谷洞窟がある。同じく縄文早々期の遺跡として知られる尾瀬が、 ード洞窟からさらに6.5キロほど上流に遡ったところにあり、この洞窟より上流には集落はない。洞窟は室谷川に臨む流門岩の崖面に開港し、標高は218メートル、洞窟の高さは3メートル、幅は7メートル、奥行きは8メートルである。1960年、長岡市立科学博物館で、 考古部門を担当していた長岡出身の考古学者、中村光三郎が、新潟大学医学部解剖学教室の尾形保と共同で調査団を結成し、1961年、1962年にかけて3次の調査を行った。洞窟内の堆積度は15層を数え、最上部の1層から5層までを、上層、6層から15層までを下層と称する。上層、 下層のそれぞれから多量の土器、石器、骨製品が出土した。時期的には、上層の異物が、縄文草器及び、前期、下層が草草器に属する。下層からは、かつて縄文土器の最古段階とみなされていた、年始分土器よりさらに古い縄文草草器の土器が、出土したことで、オゼが、サードオクと共に、縄文土器の変連上、重要な遺跡である。 上層からは、年始文系、貝殻沈潜文系、右上文系の土器が出土する一方で、下層からはさらに古い曹造器の土器が出土している。室谷下層式と称されるこれらの土器は、多壌文系である。下層湿度の土器は、平底の深鉢型で、底面は、墨丸方形に形成される。作り方は、和積み方ではなく、板状の粘土をつなぎ合わせて作っている。 仮想湿度の時をさらに細分すると、10層から13層で湿度する5段階と6層から9層で湿度する新段階に分けられる。前者が大圧縄文主体であるのに対して、後者では大圧縄文は減って回転縄文主体になっている。仮想から湿度する早々期の設器は、オゼが沢洞窟で見られた戦闘機は姿を消し、 小型で茎のない石属、草木などの限られた種類になる。上層の石器は、魔性と惰性の石符、磨く皿、砥石、石水、石水、石碑などが加わる。骨製品は、仮想ではわずか2点検出されたのみであった。上層では、舌つ骨、骨針などの骨製品がある。重骨は、月のワグマ、カモシカのものが多い。 上層からは早期及び前期の人骨7体分が出土した。うち前期の3層から出土した女性人骨は屈葬されていた。他の人骨は破片の検出に留まっている。2000年12月に室谷遺跡出土の時、石器、骨製品など1402点が重要文化財に指定された。ありがとうございます。